母と同行で第2回能登半島輪島被災者支援小型仏壇無償提供実行いたします金箔が吹いてもはげない国産仏壇お仏壇の販売が転職なかったご樹でございます2024年5月の17日金曜日今ちょうど6時6分朝動画 えー、外気は13度あもう晴れてますね素晴らしいお天気でございますありがたいことにですね今度ですね あの、前もちょっと言いましたかね、5月の26日から30日までですね、第2回、輪島能登半島被災者支援小型仏壇無償提供、18期支援いたします。で、今回ですね、うちのおっかさん、会長ですね、会長と一緒で、こっちが母ですね、父でございます。父はもう平成4年に他界しております。で、あの、前も言いましたけど、当店はですね、輪島執行、 漆の技術を生かした国産仏壇。父は和島漆器のですね、行商でこのお店を作りました。で、あのですからですね、我々はもう和島漆器にはですね、すごくご恩がございますで今回ですね、今年の元旦ですね、能登半島にひどい地震がございましたよね。ですからあの。 3月のですね、27日から30日までで,ですね、はい、あの、一遍行って18期支援しております。で、今回第2回目ということでですね、で、やっぱ前回はですね、寒かったんですよ。ですから、母が行きたいって言ってたんですけど、まあ、お母さんちょっと待たんねて、で、あの、次どうせ2回目も必ずするけんということで、今回もかなり暖かくなってますから、うちのお母さんと一緒にですね、えー、5月の26日に開言法要式、あの、これは お寺様はですねあの天台宗の聖、えー、徳寺佐久村先生にですね開元法要式をしていただいてそれから出発で5月の30日まで5月の28日に輪島市内で、えー、今のところ6機、ね、予約いただいてますから手渡しいたしますでその後、えー、和輪島の高校の体育館こう避難所になってますからねそこにお伺いしてですねあの支援という形でですね頑張っていきたいと思います。はいえー、和島のは 半島自災者支援小型仏壇無償提供第2回輪島訪問18期支援、えー、会長母同行いたします私とおっ母さん2人で行きます5月の26時から5月の30日まで輪、えー、島の人に会いたい声をかけたいとうちの母が言っております、まあ、あのやはりですねじゃあやっぱ若い時は輪島漆器を仕入れに行って うちのおっかさんとお父さんがですね、やっぱ輪島漆器を仕入れに行って帰りに輪島朝市でお土産を買ってサンダーバードで帰ってきたんですよね。ですから、容疑者でですね、ですから、まああの、非常に思い出深い場所でございます。ので、やっぱ今度の元旦のテレビを見てですね、うちの母は泣きました。はぁーって。 ですから、まあ、やっぱりですね、このご恩をですね、この気持ちをですね、やっぱ伝えたいと、輪島の人たちに励ましたい、お声をかけたいと言っております。で、お仏壇で輪島の支援でございますね、えー。で、あの、まだまだ、今6級受け付けてますけど、まだまだ受け付けて大丈夫ですよ。096329-0224。年中無休、24時間電話受付。 この YouTube を見とられてですね、ご親戚の方が輪島にいらっしゃって、被災された方とかいらっしゃったらですね、どうぞお電話ください。あの、はい。で、あの、輪島市内、金沢市内ですね。あの、ですから、それあの、訪問ですね、対応の形頑張りますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運を点、お祈り申し上げます。